やったあたしの勝ち。お姉さん負けた。一体何してるんですか。今は、はい、生誕のライブの声を録音してます。みやぶくん負けるから負けた悔しいしてね。ちょっと待ってね、私からあの話し。やったあたしの勝ち。いいじゃん。みやぶくん負けた悔しい、いける。うん、行くよ。負けた悔しい。あれちょっと何をさせられてんの。お姉さん、なんか気持ち悪い。もういい。あー、ごめんなさい。僕は寝ます。また寝ないよ。みやべくん、みやべくん、起きて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 。みやべくん、ご飯作って。ねえ、ご飯作って。ご飯やめ。ご飯作って。何？ご飯作って。ご飯作って。寝さしてもねもう。たくさん寝たでしょあんた。今日一日中寝てたでしょ。毎日毎日そんな寝たらいけませんよ。許されると思わないよ。寝るのが仕事なのは赤ん坊だけだ。生後3歳までだよ。あんた何歳なの？3歳です。違うでしょ。いやもうやめて、自分で飯ぐらい適当に一緒に食べるって。だって昨日から約束してたじゃん。約束は何のためにあるの。破るじゃないよ。破るためやな。やめて。おい、昨日が風呂入ってないんだけど、まず風呂入らさせて。うん、ご飯食べてからお風呂ね。だってご飯で油浴びるんだから。あんた、え、油を浴びるんだからね。そしたらまた風呂入らなきゃいけなくなるでしょ。みやべくん、みやべくん、どこ行く。早くご飯作って。何食べたいの。お肉。なんで俺がお前のな、食事の面倒を見なあかんねんって話なの。いい加減してくれよ。だってみやべくんがなんか美味しいもの作るって言ってたし、お母に食べさせたいって言ってたよ。なんもねえよ。じゃあスーパー行くか。医者行こう。腰痛いの。そんなの腰丸めて。腰痛いの。大きいやね。行こう。行くよ。やったー。ご飯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 一回転してまーす。ご飯。今日髪の毛巻きました。可愛くないですか。あの、上手に巻けました。ここ私の部屋。ご飯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 。あ、最近めっちゃ肌綺麗なんですよ。肌の調子。みやび。何も用意できてないよ。行くよ。トタンバタン。元気やな。なんで元気か知ってる。知らんわ。生来たからだよ。あ、そう。気になってたから教えてあげてよ。大丈夫、ね、仮眠したかったよ。え、でもだって一日中寝てたよ。だから仮眠。永眠だよ、もうそれ。それ永眠だよ。だから風呂も入ってないんで、風呂入るのめんどくさいんだよ。行くよ。もう片付けてよ、この家。下打ちばっかしないよ。なんか性格悪い子みたいだよ。下打ちばっかチチ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 してたら。性格悪いね。確かに。確かに誰や。誰や確かにって言ったら。はい。確かに言ってた。はい。iPhone ないで俺の。俺の iPhone どこ。さっき見てなかった携帯。あった。俺のベッド置く場所ないやんこの家。そうだよ。だってここモカンチだもん。知ってた。ここミヤヤくん家じゃないんだ。何買うの。やっぱね、やっぱね、これでしょ。鳥買います。鳥鳥鳥のチキン作ります。じゃあやったー。どー、帰ってきました。今から作りますよ。踊らないよ。踊ってんじゃない、クロールしてんだよ。どうでもいいわ。みやべくんクッキングしてくれるそうです。今から私が鶏肉をさばいていきます。まずは鶏肉を取りに行かなきゃね。プッププッ。みやべくん、どけどけ。鶏肉を取りに、鶏肉を取りに、鶏肉を取りに。おもんないぞお前。鶏肉を取りに。ねえ、行くって言って、行くって言って、行くちょっと
ドゥルテンドゥルテン、なんか食べないよ適当になんかあるかなっつって一緒にやりなさい。さっきこれ食べてたんですよ。これ何、何これ何これ、これドライフルーツ、これも好きなのもんか。で、どれ好き、どれ好き、多分私じゃなくていいね。鶏肉を処理していきますよ。鶏肉あたりに固くなに言ってくれません。おもんないね。おもんない、おもろいとか関係ないんだよ、メイ君。おもんないね。言うことに意味があるんだよ。そうなの。うん、なんで最近さ、健康オタクみたいな感じなの。健康オタクじゃないけど、もともと健康には俺な、汚くね、これ。で、僕はね、料理遅いんすよ。早いよ。いや、遅いよ。僕ね、潔癖症なんで、なんか一個一個全部洗いたくなっちゃうんですよ、こういう風に。なんかそんなことしてるとね、終わらないんですよ、料理は。料理ってある程度さ、ある程度雑さが必要じゃん、やっぱ。うん。俺はその雑さがないから。頑張れ頑張れ、みやびくん。できるとできるぞ、みやびくん。ファイトだファイトだ、みやびくん。で、次はですね、この油を取っていきますよ。あの、線みたいなやつでしょ。これ包丁がゴミだわ、これ包丁が。包丁がもう終わってますわ。よし、こんなもんでしょ。いい感じ。チキンステーキ。そうです、今日私が作るのはチキンステーキでございます。そんなの作れんの。ただ焼くだけだな。最強だね、やるね。僕最強だから。筋切りみたいなやつ。筋切りだな、油取ってる。で、適当にこの入れて、この塩コショウ、はい、バシャーかけて、かけますよ。もみもみ、ちょっとこれで一回放置します。はい、はい、こんな感じで肉終わりましたんで、次焼いていきます。はい、オリーブオイルで焼いていきます。以上ね、2人前なんで2個をね、フライパンに用意しました。一気にいけるんですか。ちょ、わかりません。こんな感じで中火ぐらいでやっていきます。はい、ひっくり返す時が来た。まだだね。で、これね、皮バリバリにしたいんで、せっかくだったら。うん、そうするとバリバリになるの。そうです。まあ、こんな感じでね、圧力をかけていって、この間にですね、盛り付け用のほうれん草とブロッコリー、こいつらですね、解凍していきたいと思います。食べられますか。そんなんいらないの。これ野菜なんでちゃんと食べてください。これ入りきらんやん。すごい、なんか生活が上手な男の人みたい。なんか一つ一つの行動早いけど、無駄な行動多いよね。ラップなくね、この家。そこにあるよ。お前天才やな。私使ってるから、キッチン。クッキングシートも出したら元の場所に戻すよ。そこの上に置いてたらな、いつ次使うときどこかなってまた探すでしょ。ここに置いとくね。これはこの上で。ドカーン、おいしそう。これ弱火で僕じっくりやるタイプ。で、熱い。僕は、ね、弱火でじっくりやるタイプなんで。大丈夫、髪。また鳴るよ、朝みたいに。今日ね、上の階で突然ね、火事起こったんですよ。ね、びっくりしちゃったんだ。火災報知器になってね、まあ結局火事じゃなかったんだけど、めちゃくちゃでかいことで火災報知器バン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 なって、逃げて避難してくださいみたいな。あ、ここと怖かったね、あれ。だからなんか、宮城くんって携帯の目覚ましサイレンの時あるから、最初宮城くんが廊下で寝てんのかなと思って、自分の部屋にいたから。だからびっくりしたけど、なんかずっと鳴ってるから、これは違うと思って、出たら宮城くんカメラ回してた。スマホでな。YouTuber じゃん。カメラ回してるよ。でも怖かった。よかった、何事もなくてね。俺がいてよかったよ。ほんとだよ。てか、引っ越してきて早々怖いよ。初めて聞いた、逃げてくださいみたいなの。誰かがなんか、煙でもブワーってやったんかな。タバコとか迷惑やな、ほんまに。ひっくり返す。もちろんひっくり返しましょうか。いい色だね。人がすごいな。こんな感じで完成しました。音がすごい。はい、完成ですよ。おいしそう、うまそう、おいしそう。肉の油とね、このステーキソースがうまい感じでこう絡まっておいしいんですよ。めっちゃおいしそう。お母さん、それ持ってっちゃってください。
かいか。超うまそう、マジで。ねえ、めっちゃ美味しそう。最強にうまいですよ。やった。じゃあ私はですね、よいしょ。まあどうせだったらコーンとかもね、入れたかったけど、このね、このライスも食べます。夜撮るからいつも顔ボロボロ。可愛いよ。可愛いな、して。はい、完成しましたよ。もう君が眠たくなって僕が目覚めてるじゃないですか。どういうことですか。めっちゃいい匂い。じゃあ食べてみてください。パリパリのうちに。いただきます。いただきまんとひひ。どない。うまふぐ。せーの。うまっ。なんかサイゼのチキンのやつみたい。なめんなよ。おいしい。うん、うまっ。よかった、むかちゃんにおいしいって言われてよかった。これ美味しいやろ。うまっ。なんかステーキ屋さんみたいでしょ。うん、ほんとはパイパイ。おいしい。で、一緒にこの野菜食べなさいよ。はい、かわいい。毎日作ってくれてもいいよ。めんどくさい。でもさ、チキンだったら毎日食ってもさ、別に体に悪くないしさ。うん、いいと思うよ。宮城くんしらやな。うん、そうやって毎日食えるほどうまい。ほんで楽。別になんかただ焼くだけだし、ソース足りなかったりしてな。レストランじゃん。もうんうんうん、タンパク質はたくさん取った方がいいので。ダンスたくさんするやろ、筋肉するやろ。体作ってるのはタンパク質なんだよ。全部食べきれるか。無理やな。すごいね。料理できるでしょ。うん、今回料理とかでしょ。うんうん。ん、でも正直5年ぐらい料理作ってないから、もう嘘。嘘だけど、5年ぐらい料理作ってないから。本当に5年前作ってないよ。うん、だって宮城くんと YouTube 始めたの5年前じゃないもん。うん、始めた頃はマジで毎日作ってくれてた。毎日作ってた、うん、それしか楽しみがなかったから。でも実際そう、そのコロナ期間とかでさ、外に出ちゃいけなかったじゃん、今よりも、うん、なんかライブもないし、ダンスもないし、本当に何もすることなかったから、せめてご飯作ってた。で、僕は編集してみたいな、うん、全然上がってないな。うん、もう自覚になったから本当にご飯作ってる。僕はあのご飯が恋しいよ。なんだかんだ言ってな、美味しいね。本当？うん、でもすごい文句言ってたよね。ニンニクと生姜を入れないといけない料理で、なんか生姜がなかったっていう理由でニンニクだけにしてクソまずくなったことがある、うん、なんかそういうのが適当なんだよね、なんか。うん、なんか買いに行くほどでもないじゃん。いや、俺だったら買いに行くね。行かないよ。まあでもそこは性格の差かもしれない。俺はすごいきっちりしちゃう。大型だからもんか。それで喧嘩になるな。ザ・大型。うん、ザ・エレベー型。かわいすぎ。え、いや、俺が変わってんのかな。うん、大型は大雑把とかオーラかみたいなやつでしょ。うん、大雑把。オーマイガーやで。オーマイガーか。うん、俺のなんかその汚い部分、 AB 型の、まあ言ったら B の部分が部屋汚いとかなんだけど、そういうのは気になるんだよ。うん、気になりすぎる。でも逆にいいと思うよ。気にならなかったらマジゴミ屋敷になってるこの家。だってさ、もかなんかさ、みやみくんがいない時にバッて片付けてたとするじゃん。うん、でもみやみくんがもかより先に家に帰ってきてたら、うん、帰ってきた瞬間からもう分かるもん、家の汚さ。廊下とかで靴下投げ、この前帰ってきたテーブルの上にさ、靴下3足脱ぎ捨てられてたよ。あんた足3個あんの。あんた足3個ある、実は。うん、これも誰がしてるの。僕です。うん、いつもボタンがやってんだよ。うん、うんじゃないよ。うん、うんじゃないよ。何の話かな。しかもなんかペットボトルとかもいつもほんと最後のちょっとだけ残してさ、置いてあるし、分からんのよ、それ飲むのか飲まないの。飲まないでしょ、それは。飲みなさいよ、最後に。ハイタイジェミソンぐらい残ってる。これで、うん、なんでなんだろうね。なんで忘れちゃうんだろう。忘れて次のやつ飲んじゃうんだよね。忘れちゃうの、飲んだことが。おいしいか。お腹いっぱいやろ。うん、ふざけんなよ。イルカ。イルカちゃうな。食ってください、お願いしますやろ。こわ。でも食べたいでしょ、宮城くん。もかのために作ったんやろ。食べてるよ。ああ、飯作ったしな。今度はモカが何かしてくれんのかな。俺、やってあげたしな。モカ、じゃあ食器洗うわ。マジで食器洗ってくれんの。こんなさ、全然食器洗ってない女みたいな話しないでもらって。時々洗ってくれんな。結構洗ってるよ。また食器洗いはモカ担当なんで。
うがも得意じゃないけどね。食器洗うの得意な人おらんやろあんま。俺ね、俺はダメなんだよね。食器洗いに多分俺2時間ぐらいかけてる。人1個の食器を3回ぐらい洗うの。マジ潔癖症。部屋汚いのにね。自分だけが多分綺麗なんだよね。自分が綺麗だから自分が汚した部屋はね、汚い。よくわかったね。汚い。自分もちゃんと汚いんだよ。あらひどい。人のことこいつ汚いって言ってると思うし、うん、で、みんな活動してて汗もかくし皮脂が出るんだから汚いんだよ。でも俺2日くらい入ってないよ。うん、汚いよ、世界で一番。ちゃんと飲み切りましたね。じゃあ、これは汚いね。あー、うめえな。筋トレした後にこういうの食うとね、一番いいんだけど、ちょっと見直したいでしょ、俺のこと。おいしい、ほんとに。これは前、一人で俺がお腹空いた時に作ってて、絶対モカに食べさせたいなと思ってた。意外と美味しいから約束してたら、おい、服ね。今日なんか2日間お風呂入ってないんだった。いやーいやー、怖い怖い。今日なんか起こされたら飯作れって言われたから、これ作ることにしました。美味しい。お腹いっぱいやな。お前これ残すんか。一緒に食べよ。一緒に食べてないで。もうちょっと食べていいよ。なんか宮城くん食べてるとこみんな好きや。これ 300g しかないんだよ。だってもうこれいつもステーキ 120g だよ。かわいいな、お前今日な。かわいいな。誘われてます。誘惑されてます。怖い。誘惑されてます。どさくさに紛れないよ、どさ坊や。あの宮城の時の匂いするわ。そう、宮城の時に使った宮城の香水。宮城の時の匂いします。懐かしいね。怖い。これはみゆみゆの香水です。仙台にいつも置いてたから、仙台に帰った時用につけてたんだけど、もう実家がなくなったからこっちに持ってきて、最近ずっとこれをつけてる。そういい匂いだよね、うん、できる女っぽい。でも、もう実家なくなっちゃいましたもんね。うん、実家なくなっちゃいましたもんね。うん、実家なくなった時の動画の話よ。もう実家なくなった動画見て泣いたんでしょ。泣いた、一人で。一人泣いた。悲しかったの。泣いたって LINE 来たもんか。悲しかった。でも結構なんか泣きましたみたいなコメントも多かったよね。本当に泣いてるとは別としてね。泣いたーの可能性もあるから。でも僕は本当に泣いた。泣いたじゃなくて泣いた。どう泣いたの。ウォンウォン。どういう風に。結構しっかり泣いたもん。もうトイレットペーパー。いやいや、そこまでじゃないか。どう。あ、そっち系、そっち系。ちゃんともう鼻かみながら泣いて。どこのシーンで一番泣いた。でも、あの割と前半の方の、うん、その近所の人のご飯のとこと、うん、あと坂本さん、鍋ちゃんね、なべちゃん、うん、なべちゃんと坂本あたり、あそこら辺なんか感動しちゃった。坂本さんは美容室に行けば会えるから、うん、まあ別に自分次第じゃん、うん、自分が髪切りに行けば会えるけど、でもなべちゃんはあのアパート全部取り壊しになるから、また違うとこに住むわけじゃないですか、うん、あれまだ取り壊しはされてないんだっけ。4月って言ってた気がするよ。もうすぐじゃん。じゃあ、うん、取り壊しはもうちょっと先かな。でもなんか4月までに出てってくださいみたいな感じだった気がする。もうなんか終わりなんだ。みんなどこに住むか分かんないし。よかったね、でも本当に。もか俺がいて。なんで。ん、俺がいてよかったね。でもまあ動画にで残るっていいことだなってすごい思った。違う違う、まあそれもそうなんだけど、俺がいてよかったね。ほんで俺前いなくなってたら何もないで。お前って今、お前に、今お前ってな。よかったな、俺がいてな。唇分厚。お腹いっぱいだね。美味しかった。あ、美味しかったな。ありがとう、ごちそうさまでした。うまいで。主人、主人、お店の主人、ステーキ屋の主人ちゃうよ。でもこう考えるとさ、この手間とさ、めんどくさいわけじゃないですか。あんなかんだ資金買いに行ってさ、焼いてさ、こっから洗ったりしなきゃ。そうそう、サイゼリアって神だね。サイゼリアってマジですごいよね。どうなってんだろう、本当に。毎日これからサイゼリア行こっか。でも僕サイゼ好き。俺も好きだよ。サイゼの小エビのサラダ好き。サイゼ今度行こっか。うん、明日行く。いいよ、明日行こっか。明日…あ、なんやねん。明日5時から6時…まだダンス6時40分…もうダンスやめなさい。ダンスしすぎ。あんた踊り狂いすぎや。ダメ、踊りすぎ。だってね、ライブ近いから。ダメ、ライブ近いから頑張んなきゃ。ダメや、踊りすぎや。ちょっと家で踊りじゃん。ライブ近いから頑張んなきゃ。でもマジでサイズで、僕ね一応サイズで働いてたことあるんですけど、中にはなったことないの、料理の人。
あ、料理もしたことあるよ。え、あんの？あるよ。チン。でも料理もめっちゃ簡単なんだよ。チン？いや、チンではなくて、なんかね、すげえでかいオーブンみたいなのがあって、で、基本的にサイズの食べ物ってさ、全部焼いてるもの多いやん。確かに。で、全部あの包丁とか一切使わないの。包丁がないの、サイゼのあの厨房には。で、全部そのチンの代わりにそのでっかいグリルがあって、その中で超加熱されるのね。そう、それだけで全部どんどん流していくだけで完成するんだよ。すごっ。そうそう、めちゃくちゃ楽なんだよね。工場みたい。そうそう、ほんと工場みたいだよ。サイゼ行きたい。で、パスタもこれカチャって入れてピーって入っていって、1分で勝手に自動でバーって上がってくるやつがあるから、で、1分分の袋、1分分の茹でる分の袋しかない。で、安い、本当に。でもサラダちょっと高いよね。なサラダ高いね。サラダはなんで高いかっていうと、多分あの冷凍室でこうサラダって小分けしないといけないから大変なんだよ。うん、寒くて。なるほどね。冷凍室入ったことあるよ、なんか。なんのおばあちゃんのおばあちゃんのさ、なんか話、おばあちゃんが給食屋さんみたいなので働いてた時があって、うん、その時に冷凍室入ってた。なそう、だからそれこそなんかサイゼにはこういうなんかレタスみたいなのが入った袋が冷凍室にバーって積み上げられてて、サイゼ朝がかりだったから、うん、朝入って全部こうやって剥いて手でこう取って、小盛りのランチサラダ作って、それをなんか多分100皿ぐらい作るんだよ。っていうのをね、寒い中やらなあかんのよ。これ今開けちゃった。いいね、今食べようと思って。もう一回買ってきた。どうせ食わずにそれだけ冷やしたら。食べるよ、明日食べようと思ってたの。いいよ、食べて。どっちなんだよ。食べなさい、体に。今食べなさい。今日あんた野菜食べた？うん、ここの。これしか食べてないでしょ。一日分の野菜ね。な、じゃあ野菜ジュース飲みなさい。そしたらいいよ、野菜食べなくて。飲む？うん。野菜ジュースは嫌いじゃないんだ、実は。飲めって言われてたから、昔から。誰の？バンバ。でも野菜ジュース飲むと肌黄色くなるんだよ。そう。うん、野菜ジュース飲みすぎてママ肌黄色くなって。野菜ジュースって意味あるんすか？ないよ。ないの？気晴らしぐらいじゃない？気晴らしなものこんな作るの、じゃもう詐欺やん、そんな。効果、まあ飲んだ方がいいよくらいじゃない。なるほどね。あ、正面冷えてるわ、これ。大丈夫だよ。まあ大丈夫だ。やめてよ。眠い人。最近のサビちゃん多分もう全部眠いよ。起きろ。あの夜なんですよ、いつも。そう、俺ら夜しか起きてないからね。てか宮城くんが夜じゃん。うん、でもさ、別に普通なんですよ。普通じゃないよ、別に。君いつもね、の5時とかじゃんで起きてくるの14時とか。でも宮城くんよりはマシじゃない多分。結構判定し、人のせいばっかし、判定してるでしょ。うん、判定してるね。だから撮るってなったら宮城くんが元気な時に撮るじゃん。だからいつもさ、その2時とか3時とかに撮るでしょ。うん、こっちはもう5時に寝るってことはもう眠いのよ。だからここ最近のサブちゃん多分後半戦全部私眠眠眠な眠ガーだよ。眠ガーな。うん、眠眠ガール。うん、ガチガチ我慢よ。さっき近かったでしょ。うん、俺よくさ、子供の頃さ、お父さんにこういう風にビデオカメラ撮られてたんよ。でさ、くるってしてくるってしてってさ、よくこうやってくるって、なんかすげえずっと喋ってるみたいな。もしかしてヤイくん、お金借金してる？何の話やね。だって車を担保に入れればローンを返済することができますみたいな言ってたよ。なんか俺が借金の悩みでもしたっけな。白髪だ、待って、白髪発見したよ。マジ？まあでも分かんないかも、これ光で。え、これ白髪じゃない？うん、でもカメラで写すとさ、光ってるからさ、苦労してんだよ、俺も。苦労してんのね、わかる？苦労してんの、こっちもこっちで。わかってんの？苦労かけないで、これ以上。本当に。あ、白髪じゃなかったわ。なんやね、白髪やろ。どう見ても白髪やろ。抜くなよ、絶対。これ金持ちなんやからな、こっから。こっから何上がるで。どこ写してんの。人の、お前。おぽんぽんだよ。人のギャランドゥ写さんよ。何さ、ポケモンみたいな。ギャランドゥってやんで、ここどこ、ここの毛、ここの毛。ギャランドゥってやんで。ポケモンみたいだね。それギャルドスな。あ、そうだ。え、怖い、なんでわかるわ。なんでわかんの、怖い。お前のことなんでもわかんない。10点差でごめん、もんなモカのことガチャってごめん、モカの歯ガチャガチャごめん。
チュンガチャガチャでごめん強制高すぎてごめんあんま撮らないよ人の顔なんやねんそんな近く撮ったらあかんよいいわもう一回汚いの見て喜ぶなお前もう一回もうええってでラストもういいじゃあ次あんたやって次あんたやってはちょっとそんな可愛くぶってやんないでもう一回ベラッとやっておい見えないってちゃんとやって可愛いじゃんちゃんとやってじゃあもっとあはいキモいいやだキモいんちゃうねんねアイス食べるかいらないアイスいらないの、うん、あじゃあ俺だけ食べようなんで俺だけ食べようやめて俺だけ食べようおいやめろやめろおいどけお前野菜ジュース飲みきりゃいいから野菜ジュース飲みきれよこのアイスねまだ食べきってないんでねあこれムカちゃんプレゼントでイクラ届いたよイカイクライクラやイクラ嫌いなんすよ終わってるイクラはもう目玉の親父やレディーボーイだレディーボーイじゃあレディーボーイしちゃうわよしニュージーランドいるかちょっと食べ出そうにしてんな貸し出してみたいと思うよいしょあーあーおおいしい性格悪いあー危ないよおいしい、うん、これいっちゃ甘いなもうガリガリ入ってなかったこの何この茶色いガリガリ食べたいうんチューガリガリ食べたいいないよガリ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 おったちょちょ持ってくれこれあうらやましそうにこちらを見ている終わりですもうえ？いない？このキャンディーが一番美味しいよ。うん。ごちそうさまでしたってしようとしたらですね、この人が突然運動を始めました。何してんの、こいつ。足パカそうだ。筋トレしてます。えらい？卑猥なダンスするのだけはやめてな。卑猥じゃ